ディスカバリージャパン。まだ見ぬ新しい世界へようこそ。今回のテーマはかつて栄えたシリーズ。今回は滋賀県東近江市の美濃川集落を旅します。集落へは万所町を過ぎ、トンネル手前から山に分け入っていくと、ほどなく美濃川に到着します。集落の入り口には道沿いに数軒の古民家が整然と並ぶ特徴的な景色が迎えてくれました。しかしそのほとんどが無住となった寂しい光景です。そして集落の中に分け入っていくと、やがて道は細くなり、とても車では入れないことがわかります。特に集落から坂を下り河原に出ると、辺り一面廃墟となった家が並んでいました。橋を渡った先の高台にも家が見えますが、そこも同様に無住のようです。やはりこの時代、車でたどり着けない場所では住み続けることは難しいでしょう。しかし広場には真新しい車が多く止まっていて、集落の入り口や奥の方で感じられた悲壮感とは打って変わって、人の営みを感じることができました。かつて栄えた村があった。町から人々は去り、家だけがポツンと残され、帰るあてのない家族をひたすら町は浴びている。ここで一緒に暮らしたあの人たちがいつ帰ってきてもいいように耐える姿がけなげだ。いずれは朽ち果て草木に飲み込まれていく運命か。まさかこんな日がやってくるとは誰も想像だにできなかった。不自由な生活の中で、それでも懸命に生きていく。かつてはにぎやかだったあの頃を覚えている人も、いずれは誰もいなくなるのだろう。この村で過ごしたかけがえのない日々、友情や絆、思い出など、それらも伝えられることもなく消えていく。すべてが懐かしい思い出だが、人が消えれば、そうした記憶もかすれていくのは仕方のないことか。
最後までご覧いただき、ありがとうございます。